大好評企画マイプロテイン全味レビュー。イエーイ。もうやだ。全味皆さん何種類かご存知でしょうか。はい。63味です。バカか。バカかほんまに。致死量のプロテインを集めました。はい、今回人殺せます。マジで。本当にこれ最初に言いたいけど、うん、クソまずいやつはなくそ、うん、マイプロテインあるからちゃんとクソまずいのが絶対あるからそれだけはもう約束してください、うん、アドバイスする。本当に水を 100ml に対して付属のスプーンを半分入れて飲んでます。はい、その濃さのレビューになります。じゃあ最後にね、これ飲み終わった後に僕らの美味しかったやつを何個か、もうトップ3とかいうのはちょっともうね63個もあるから決めきれんと思う、うん、覚えてないと思うから、まあ、何個かおすすめのやつを最後に言います。と絶対に買うなっていうやつね。あ、そう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 、うん、っていうのをやるんでね、あの参考にしてみてください。はい、バニラ味。おお、プロテインはこの味から始まりました。はい、知らんけど。お、悪くない。おー、うん、悪くない。なるほどね。意外と悪くない。変な癖があるわけでもないし、うんうんうん、あ、悪くないですよね、本当に。でもこれ先に言っとかんといけん、バニラってつくだけで4個か5個種類あります。だからこれはシンプルなバニラ、ただのバニラ、うんうん、ちょっとこうもっさり感は結構あるね。でもそのなんていうんやろう、変な不快感はない、うん、うん、何にもそのかもなく不可もなく、うん、はい、ミルク感強め、うん、はい、来ました、ミルクティー。おー、はい、あれ美味しいです。選んでないのにね、序盤にいいの来たる、ね、そうですね、うん、美味しいです。ミルクティーはもう、うん、今までも紹介した通り、うん、安定の美味しさです。うん、はい、うん、安定の美味しさですね。はい、うん、しかもこれは結構すっきり、うん、言うまでもありません。そうですね。ブラウンライスティーラテ、玄米ラテってことかな、うん、玄米茶ラテだ。へ、あー、なんか期待できますね、うん、初めてだ、楽しみ。うん、あー、玄米茶の匂いする。すごい。うわ、これちょっと待って、どっち。いや、なんかね、まずくはないけど、なんか、あ、でも悪くないかも、うん、悪くないかも、甘い玄米茶って感じです。へー、おー、玄米茶、マジで玄米茶の匂い、うん、すごい。え、めっちゃありじゃない。うん、なんか、まあ、めっちゃありかっていうと、その、なんかミルクティーとかと比べちゃうとあれかなっていうぐらいで、いや、全然ありはあり。僕はこれミルクティーよりいいかもしれない。あ、ほんまですか。もしかしたら下手したら、まあ、わりかしスッキリは確かにしょ、薄い、薄い、いい感じに薄い、うん、香ばしさはちゃんとありますね、うん、あの、玄米茶の味はする。意外といけるな、今のところ全部、うん、美味しい、すごい。で、玄米茶僕今1位かもしれない。ミルクティー超えたかも。マジか。うん、へぇ、うまい。ほうじ茶ラテ。うん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 、おお、おお、これでアイス作ったらうまいっすよっていう感じ。マジ？本当に。ええー。匂いはわかんないでしょ。あ、匂いあんまり薄いね。うん、アイスはちょっとわからんけど。本当に？あの、なんか昔ながらの感じかな。うんうんうん。ならちょっと。うん。あ、でもいや、美味しい。僕は玄米茶より好きですね。こっちの方がスッキリしてて。あ、僕は玄米茶の方が好きだけど、まあ薄くてスッキリっていうのは変わらん、うん、すごいいい感じ、だいぶスッキリ、うん、変なストレスなく飲める。ストロベリークリーム、はい、うん、怪しいの、怪しいのに突入しました。大体ね、クリームとかつくやつは変な甘さがついてんだよね、ストロベリーもね、うん、お、匂いはね、美味しそう、うん、いきます。うん、海外のお菓子だね。でも甘いの好きな人は嫌いじゃないかもしれないです。ああ、でも結構甘味料きつい気がする。僕は甘いの好きだから。ああ、匂いは普通に美味しそう、うん、悪くない。ああ、僕好き。ああ、まあこれね、あ、本当にそう、うん、あれあれ、三角のいちごの飴、うん、三角のいちごの飴、あ、すぐ噛めるやつ、うんうんうん、ミルク、いちごミルクだ、多分いちごミルクっていう飴、昔の。ああ、分かった分かった、三角ってあの何もついてない三角ね。そう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 、あ、真ん中がちょいへこみみたいな。そう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 、あ、確かに、じゃない、うん、確かに確かに、だからそれが好きな人は好きだと思う、うん、俺なんかそんなに甘いの好きじゃないから。これやばい、また更新したかも、うん、えいや、いや、更新は絶対ないわ。甘いの好きだけん、変な不快感は確かにない、うん、なんか、え、ミルキーの薄くした版みたいな感じじゃない。そんな絵もっちゃいます。そんな絵もっちゃいます。そう、はい、僕結構好きだけど、これ僕結構好き。でも意外と今んところいけるな、うん、うん、玄米茶超えたわ僕。へえ、美味しい。抹茶ラテ。
あれ？ん？あれ抹茶ラテ美味しかった気がするのに、ん？なんか変な、なんか草っぽさが増してる。なんかそう抹茶じゃない、なんかえ、なんかうまかったっすよね。うん、あ、確かになんか微妙になりましたよね。うん、なんかもっとクリーミーで、あれだったのが変に薄くなってる。いやでもね、これね溶かし方、いや、僕頼んだけん記憶半分ぐらいあるんだけど、はい、抹茶ラテっていう名前がつくのも何個かちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待ってなんかね、派生させすぎないよ、うん、あ、なるほどね。だからバニラで5個はあるし、どう変化加えとんこれ開発会議見たいわこれどうなんとん。でもなんか、お抹茶らしさをさらに出した感じじゃない。そう、あ、そう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 、草っていうか、うん、本当に抹茶、確かにあの本家のお抹茶な感じが結構強い。変に研究しちゃった系ね、うん、なんかそんな気がする。日本の文化をみたいな感じかもしれない。より深くね、よくないよそれ。クッキー&クリーム、甘いっすね絶対ね、うん、怪しい。これは僕は嫌いな気がする。いきます。おお、突き抜ける甘み突き抜ける甘み、突き抜ける甘み、すごい甘い。うん、甘党は、甘党の人にはいいかもしれん。うん、ちょっと飲んでみてください。あれは、まあ、あれ甘党やもんね。僕甘党、うん、ああ、これでそんな突き抜ける甘みなんだ。うん、僕はね、え、だったらミルキーきつくないってぐらいだけど、ね、僕だからミルキーあんまり好きじゃないですか。あ、そっかそっか、うん、ミルキーぐらいでは甘さ的に、ね、甘さレベルで言ったら、そうそう、ビーレジェンドの、うん、で、それだったらストロベリーなんとかの方が甘い、甘い気がする、甘さは。じゃあストロベリーの味がある分マシなんかな。うん、美味しい。なんか昔初めて飲んだ海外のクッキー&クリームより癖がなくて僕は飲みやすい。 あれね、ピュアホエね。あ、そう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 、あれよりはだいぶ癖がない。確かに、うん、あれもっとアメリカ感強いじゃん、うん、確かに確かに。あんまその感じはない。まあそっか、鬼深いではないっす。あ、そう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 、うん、甘いなっていう感じ、うん、うん、意外と飲める。チョコレートブラウニー、チョコは外れが少ないですからね。いきます、うん、あ、意外とすっきりチョコかも、これ悪くないですね。僕は嫌いじゃない。うん、鬼甘いんかなと思ったらそうでもない。うん、悪くないですよね。うん、なんかビター感、ビター感とか、なんか薄、うん、いい感じの薄さ、うん、あんまたるい感じはしないですね。でもなんか粉っぽさあるね。あ、それはちょっとある。だからブラウニーの部分なんかなっていう生地感。なるほど、うん、すごいポジティブに捉えたらなるほどなるほど、うん、そうそうそう、はい、口の中の水分を取っていく感じ。なるほどね、うん、チョコレートスムース、スムージーのこと、なんなんかな。そっか、チョコだけでもめちゃめちゃありますもんね、うん、チョコなんとかみたいな。いきます。あー、あ、でも違いはありますね。うん、 あんまいこっちの方が、うん、すっきりしてない。チョコスムージー、うん、うん、あー、どんな違いって言ったんだよなこれ。でも舌触りがさっきより粉っぽさがないけん、うん、僕はこう、あ、逆に、ね、すっきりしとるっちゃ、うん、こっちの方がすっきりしとるとも言えるって感じ。ああ、なるほど。味の濃さにそんな大差はない気がする、うん。まあ、選ばんかな。選びはしないですね。選びはしない、うん、わざわざ。バナナ、まずいと噂の、うん、噂やけど、でもバナナまずくしたら大したもんすよバナナってその無難っちゃ無難じゃないですか。うん、あー、匂いすごいね。うん、いきます。はい、おー、まずいねこれなんか、いや、なんか、なんだよ、まずい時の方が反応いいの、どういうことだろう。すごい、その、なんか、なんでバナナの、あ、だから、もしかしたら東南アジアの青いバナナなんかもしれないですちょっと飲んでください。うん、なんか、わかんない、僕らの知らないバナナかも。青いっしょ。あー、うん、食べたことないけど、イメージだね。イメージ、そう、あのね、売れてない、売れてない、そうそう、うん、あの、草っぽさがちゃんと残ってる、うんうん、臭いね。臭いでしょ。草っぽい臭さが、うん、雑草、バナナ雑草。そうだね、うん、これまずいわ本当に。なんでだから10、でも10個飲んでまずいと思うの1個っすね。あ、ほんまや。そう考えるとすごい、すごい 10%。 そう、そう、すごいな。かけ6だから6個しかまずいの飲まんでいいかもしれん今日ね。まあ後に溜まっとる可能性ありますけどね残り30個クソまずい可能性あるからいけますね意外とね、うん、まあ残り50個なんだけど。はい、やだやだよー助けて北海道ミルク、出てきた時はビーレジェンドのミルキーに似てるっていうあれがありましたね。あ、あったね、うん、去年、一昨年ぐらいかこれ。あのね、
まあこれを乳臭さと取るか、うん、なんか牛乳の深みみたいなのと取るかはちょっとその人次第って感じですかね、うん、僕はあんまり好きじゃない。ああ乳臭いのわかります、まあ、ちょっと乳臭い、うん、けど嫌なプロテインの後味って感じとはちょっと違うかなと思う、うん、あの意外とあっさりしてるね。あまあでもそうっすね、舌触りはうん、まあそうね、リアルミルキー感はちょっとあるね。ああ確かにね、うん、でも思ったより濃くはない、あっさりしてる、うん、でも甘ったるいっていう感じ。ビールジェントのミルキー好きな人はこれでも代用は効くって感じですかね。うんかな、うん、かなっていうぐらい。なんかでもやっぱあっちのビールジェントのミルキーの方がやっぱ濃厚感はあるじゃん、うん、だから物足りないかもしれないって感じ。味的にはミルキーとその似とるかもしれない、うんうん、なるほど、まあ、僕はどっちにしろあんま好きじゃない、うん、黒糖ミルクティーだからタピオカ的な感じですよね。うんうん、そう、あ、匂いはすごい黒糖のコクのある匂いだ。いきます。あ、好き。 でも結構甘いです。でも結構甘いけどなんか黒糖のあの独特な甘み、うん、うん、あのなん うまみのあるってコクのなんか謎に黒糖好きだもんね。そう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 、黒糖好きだから、ね、そうだから僕好きかな。うーん、あー鼻に抜ける黒糖があるね。うん、そうそうそう、うん、なんか人工甘味料の変な甘ったるい甘みじゃなくて黒糖のいい甘み、うんうん、ああ、わかるわかる。結構いいでしょ、うん、激甘ではないけどね、うん、そう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 、僕からしたらなんか、うん、黒糖好きならいいかも。そう、うん、しっかり黒糖のコク、うん、コク、うん、あの感じがある。マジパン、マジパンをプロテインにすんな。出た出た。マジパンを。マジパンってまずいやつでしょ。マジパンって結婚式のあれとかにの上に乗ってるあれですよ。あの、わかります？え、なになに？え、なんか人形とかが乗ってたりするじゃないですか。あれマジパンで作るんですよ。あ、そういうこと。え、ちょっと多分いきます。マジパンは口に含むもんじゃねえんだって見るもんなんだって。いきます。あれ、たまに美味しい。ちょっと待って、あのごめんなさい、今一回口につけたけどもうあの一瞬匂った瞬間におかしな匂いがする。嘘、おかしい。なんだこれ。あのね、薬品みたいな匂いします。え、ちょっと待って、飲みます。あそんなまずいえ、なにこれ、形容できんえ、なにこれ最悪。おかしいでしょ。これおかしい、おかしいですよね、薬ですよね。いやでもよく言えば、うん、杏仁豆腐、杏仁豆腐だ、それだ。うん、あ、僕杏仁豆腐嫌いだからだ。あ、そういうことか、うん、これ杏仁豆腐。あ、匂いは、そうだ、杏仁豆腐だ。うん、まずい、まずいでしょこれちょっとまずい。杏仁豆腐味再現しましたっていう薬品感でしょこれ。僕、鼻に抜ける感じも今こう、お伝えするために、うん、抜かしたわけ、うん、抜かした瞬間、うん、なんかこうやばいでしょ、顔が崩れる、うん、まずこれ、まずい。え、まあ、バナナよりまずい、これ。あー、バナナよりまずいかもしれない。バナナよりまずいね。あれはなんか、まあ草だねっていう、うん、もう慣れてるし、草の臭さには、うん、これ拒絶をする感じ。これ薬品っぽい、うんうん、すごい、この鼻に抜かしちゃダメこれ、うん、あ、出た、早い早い、来た来た。ノンフレーバーです。なるほど。え、マイプロのノンフレーバー初めてかもしれない。あ、そうや、逆にね。まあ、こしとらね、昔はノンフレーバーでしたからね。うんうんうん、ちょっとね、早くも胃もたれしてきましたね。うん、匂いはない。おう、変な臭さもない。おう、ノンフレーバーいきます。あれ、いや、もちろんあのホエイの臭さはありますけど、うんうん、思ったよりきつくない。へ、うん、え、ビールジェントのノンフレーバー飲んだことある？あれはちょっとミルクっぽいじゃないですか、うん、あれ普通に美味しいと思えると思うんですけど、うん、美味しくもないけど別に変なまずさない。うん、あっさりでしょ、結構いける、これ。だから別にホエイのまずさはあるじゃないですか、うん、あるある、もちろんあるけどそんなにストレスないでしょ、これ。いける、これは。いけますよね、これは。なんか、え、びっくり。甘味料とか苦手な人は本当に、うん、これでいいわ、おすすめできるわ。これでいい、これでいい。これいいじゃん、いいっすね、うん、悪くない。あのね、ホエイのノンフレーバーって飲んだ瞬間鼻に抜けるあの臭さがあるじゃないですか、うん、そうそう、あれが少ないですよね、だいぶ少ない、うん、え、僕ビールジェンドに並ぶまではいかんけど、うん、ビールジェンドのノンフレーバーって結構うまいから、うん、あれの次にうまいかも。で、値段考えたらこっちの方がいいかもしれない、ね、うん、そう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 。あ、すごいわ、これは。これはすごい、うん、これおすすめできるかも。できますね、本当に。え、ダークチョコレートソルティッドキャラメル、はい、これ前多分飲みました、うん、まずいです、うん、はい、いきます。まずいです、はい、そんなシンプルなこと3秒でいいよ、これ
なんか何の塩味っていう感じじゃないですか、うん、本当に。いや僕はね、なんか最近これ飲んどん余っとるけん、あ、うん、余っとるけんね飲まんもん俺別になんかもう慣れた大丈夫、まあ、まあ美味しくはない、美味しくはないからおすすめはしないけど、まあ慣れることはできる味です、うん、はいロッキーロード、エイドリアンってこと絶対使えよいきます。ん、え、これなロッキーロードって何なんですか、チョコ系、チョコ系の奥にベリーみたいな、ベリーみたいなのいます、知らんねえ、なんかね、でもそんなに苦痛じゃない、でも全然美味しい。ロッキーロードは初めて31で食べる味でしょ。あ、なるほどね、うん、え、ベリー、ベリーの味いません、なんか奥に、え、違う、あー、うん、言わんとすることは分からんでもない、分かりますよ、なんかさっぱりチョコって感じですよね、うん、うん、31のロッキーロードはこんな味じゃないけど、うん、さっぱりしたチョコで、ですよね、美味しいかも、うん、これおすすめできると思います、意外と悪くないね、もうみんな平均点を取ってくる感じですね、うん、ロッキーロードいいわ、悪くない。ココナッツ、あー、あのココナッツミルクの甘い匂いがしますね、うんうんうん、いただきます。おー、そんな悪くないと思います、でもなんかココナッツ感意外と弱いかな、意外と薄い気がします、ね、うん、あ、僕嫌いかもしれない、あ、嫌いですか、うん、え、ココナッツは嫌い、いや、別に嫌いじゃないんだけど、あ、嫌いではないかな、なんかね、うん、でも、いや、美味しくはないな、僕バナナとマジパンには全く匹敵せんけど、うん、その次にギリ行く、あ、ほんと、あ、へえ、違うもんやな、なんだろう、ココナッツも結構好きなんだけどね、はい、チョコの中に入ってるココナッツとかさ、うん、ああいうの好きなんだけど、ねっとりしとるというか、ああ、まあそれはね、確かにあの、うん、重さはありますね、そう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 、なんかもう重いのがしんどい年になったんかな、僕はそんなにはまずくないと思う、ああ、なるほどね、うん、スペキュロス、もう何それ、やめとけ、そんな味は作るな、もうやだ、スペキュロスって、なんでスペキュロス、前も飲んだけど、もうね、そんな家具？年季の入った古民家みたいな匂いです食べ物じゃないし、わかる、気のせいかな、年季の入った古民家の匂いは分かる、何だろうな、なんか、うん、コクのある匂い、なんかいきますえ、なにこれ、何味なんこれ、わからん、おいしくはないと思う、だって年季の入った古民家の匂いだもん、ね、うん、古民家、そう古民家舐めた感じわわからん、筋トレ村、畳の匂いってことかな、いや、畳っていうより僕、木をイメージしたんですよ、木を連想したら、あー、まあ多少は分からんでもない、焦げ茶の木、うん、木、まあなんかその、うん、想定が低すぎたけど、まだ今んとこセーフだあー、なにこれ、よう、よう分からん、いや、分かんないですよ、その、分からん、なんかもうまずいかうまいかももう分からん、うん、お、まあ、美味しくはないかな、美味しくはない、うん、あの、この味は外してくださいっていうのをリストアップしていこうよ、そうですね、本当に、うんうん、これは外してほしいぐらい、なくて全然いい、これを好きっていう人は多分おらんそのこれが一番好きなんですっていう人は絶対いないですよね、おらんね、あのこれは悪くないって人はもう何百、もう何億人とおると思うけど、うん、これしか飲みたくないんですっていう人は多分本当に75億分の6ぐらいだと思った本当にそのぐらい、そうですね、うん、うん、そういうやつはいらんよ、そう、いらない、うん、ビジネスだから誰やねジャスミングリーンティーラテ、なんかね、いろいろ頑張るね全部のティーをやろうとしとんな匂いはね、すっごいさっぱりしとる、おー、まあ、ティーはちょっと期待できるね、うん、うん、いきます、おー、あ、うんうん、ジャスミンティーラテですそのままです本当に、うん、全然いい、ジャスミンなんだ、ジャスミンティーが好きな人は好きじゃないですか、うん、あ、ジャスミンティーラテ、ジャスミンティーラテにちょびっとプロテイン入れたって感じだね、うん、あ、すごい、あ、結構いい、でもラテのミルク感がプロテインの感じじゃないですか、うん、うん、だから全然そう、うん、いい、いい感じ、はい、あ、美味しいです、アイスラテですアイスラテです、あ、はい、我々の今のところ暫定トップね、うん、我々の暫定1位のアイスラテです、うん、うん、あ、でも俺なんか今日はミルクティーの方が好きかな今日はね、なるほど、でも結構溶けいいからいいですよね、アイスティー、うん、アイスラテは、
でもね、ずっと飲むことを考えたらやっぱこいつ強いなって思う、うん、でもさっぱりしてますよね。それを思うとほうじ茶ラテ、玄米茶ラテとか、うん、あの辺でもいいかも、うん、これをなんかこんだけ今日飲んでこれ飲んだら結構薄れるかも、うん、となんかぶっちぎり1位ではないかも。なんかでも本当にこれ考えなきゃいけないのが、今飲むのとずっと飲み続けるのってやっぱちゃいますよね。そう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 、うん、瞬間的に美味しいって思うのは僕はやっぱ甘いのが好きだから、うん、これっていうのがあるけど、本当にストロベリーなんとかが僕は結構ね、うん、美味しいなって思ったんだけど、飲み続けることね、そうずっと飲むのはやっぱ甘いのしんどいから、うん、TK かな、うんうん、がいいかなっていう、まあ20個飲んでの感想ですね。そうだね。チョコレートトリュフ、はい、いただきます。あ、うん、うん、は、うん、かもなく、不可もなく、いや、ちょっとまずいかな。あ、ちょっとまずい、うん、チョコの奥に変な、うざいのがおる、なんかいますね、うん、チョコの中では一番おいしくないかもしれない、うん、なんで工夫凝らしてミスるっていう本当にいらんわ、普通に、うん、ストロベリージャム、ロリポリなんじゃそりゃ多分あれなんでしょうね、イギリスだったらおなじみのっていう感じなんでしょうね、多分ね、うん、いやめっちゃまずくないけど、本当になんかめっちゃまずくないけどばっかりやな。でもさっき僕イチゴ結構好きだったけん期待できる。さっきの期待で言ったらちょっと下回ってる、うん、そうですね、甘さが来てなんか変なのが最後におる感じ、うん、またなんか変なのが最後におるの多いね今回、うん、でも激烈不快ではないでしょ。不快ではない、なんか本当にそういうのばっかり、じゃあ作らんでいいよっていう、うん、そうね不可もなく不可もなくって感じ、ちょっと美味しくないなぐらい、うん、レビューするなら星3にちょっと足りない、足りないですね、うんうん、ホワイトチョコレート、うん、あ、ホワイトチョコか、なんかホワイトチョコは初めてですね。チョコレート系はあるけど、ね、いただきます。うん、なんか、うん、ホワイトチョコレートなんかな、乳臭さを僕はまず感じましたね。へー、うん、まあ、でもホワイトチョコ自体は僕結構好きだから、北海道ミルクのさらに乳臭い感じって感じだね、うん、なんか良くない乳臭さは出てますよね、うん、別にホワイトチョコ感はない、なんかこうすごいんーって探したらちょっとおる、うん、うん、まあ本当に乳臭さがだいぶ勝ってますね、うん、北海道の劣化版って感じだな。劣化版ないね、うん、そんな感じがしちゃう。もうちょっと甘くてもいいかなと思いますよ、ホワイトチョコレート、うん、そうそうそう、ホワイトチョコにするんだったらね、ねっとりした甘さでいいと思う。そう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 。コーヒーキャラメル、おどうだ、え、飲みましたっけ、これ飲んだことあるっけ。いや、コーヒーキャラメルはちょっと期待できるぞ、ね、コーヒーがつくやつがそもそもね、うん、あ、匂いすごい、おー、うん、ここに来て元気が出てきた、うん、ちょっと待てよ、行きます。なんで止まる。なんか、期待は超えてこんかったね。鶏用によっちゃうまいな。すっごい濃く溶けばうまいかもしれないです、これ。あ、濃いめにすれば、うん、濃いめにすれば、あ、水少なめで、うんうんうん、あ、美味しいと思う。美味しい気がする。なんかもうちょっとキャラメルが強くてもいいかなって。コーヒーは結構最初に来るじゃないですか、うん、なんかね、いやでも美味しい部類に入ると思う。まあ美味しい部類には入りますね、うん、これレビューするならだけど星4いかないぐらい、いかないぐらいですね、うん、それはさすがにいかせれんな、7、うん、なんか足りない、何かは分かんない。でもキャラメルっぽさかな、それに関して。でもやっぱコーヒーがつくと、うん、あんま外れんなっていうのはあるね、うん、結構おいしい。シナモンデニッシュ、おシナモンデニッシュをプロテインにすることを誰が思いつく本当に。あー、シナモン、シナモン、シナモン、匂いはね、うん、おお、おお、海外のスーパーで買うシナモンデニッシュですね。美味しくないですね、うん、なんか、いやでも、あ、めっちゃまずではない、なんかこう、うん、悪くないかもしれない、意外と。あ、でもシナモン匂いすごいね、うん、これシナモン嫌いじゃなければ、うん、ああ、鼻に抜ける感じもかなりシナモン、うん、海外のシナモンデニッシュですよね、うん、日本のあの繊細な感じではなくて、うん、あのコストコ系の、そうそうそう、シナモン砂糖みたいな、うん、あの雑なシナモンデニッシュ、そうね、でかなり濃厚、うん、そう、なんか今回濃厚とあっさりがめっちゃはっきりしてる気がする。確かにね、結構濃厚だねこれ。思ったより悪くないかな僕は、うんうん、そうね、悪くない、そんなめちゃ良くもない。あ、でも僕はまあ 2.6 ぐらいかな。なんかちょっとずっと飲むのめっちゃきついと思う。ずっと飲むのを考えると確かに低いな。でも今の一瞬だったら僕3つけてもいい。ああ、なるほどね。
あとさ、僕らちょびっとずつしか飲んでないじゃん、うん、ちょびっと含んで感じながら飲んでるじゃん。確かに普段飲むときガガガガって飲むじゃん、はい、500とかを一気に飲む。そうそうそう、でそれを思うと、うん、結構きつい、濃すぎてきついんじゃないかな、濃すぎて甘すぎてみたいな。確かにねとは思っちゃう。これ難しいな、うん、ナチュラルストロベリー、うん、ユーザーストロベリーがあるんかって思った。何それあんまりイチゴっぽい匂いはせんな、まあ、ストロベリー3つ目だね、これ、うん、なんかイチゴの味になんかトマトの汁絞ったみたいな感じです。トマトちょっとだけトマトなんていうの、ちょっとだけだけど知らない。何やろ、え、匂いがトマト入ってるかなんか入ってますよね、やっぱり。そうですよね、確かにふわっとイチゴじゃないですか、うん、なんかその奥にトマトいるでしょ、なんか匂いにトマトがでしょ、うん、え、ナチュラルってもしかして和訳するとトマトナチュラル、そういえばじゃあ次ナチュラルバナナあったよね、トマトバナナ、トマトバナナもしかしたらそうかもしれないえ、これ本当にトマトみたいな味する、トマトっぽい、ね、トマトっぽいでしょ、うん、味っていうか僕は匂いがだいぶトマトだなって思った、うん、なんか抜ける感じがトマトっぽい、でもトマトのヘタではないよね、うんうん、ヘタではない、トマトです。いや今までなんかヘタが混入されることあったじゃん、あ、確かにヘタが混入されもう全部まとめてミキサーにかけちゃえかけたんだろうなっていう味があったけど、これ確かに本当にトマトの果汁っていうあれですよね、うん、そう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 、うん、その美味しいかまずいかもう分からん、分かんない。チョコレートバナナ、怪しいぞ。あー、これ臭いね、臭いよ。青いバナナいるね、うん、隠れてないね。これいきます。やっぱりね、バナナがダメだ、うん、うん、青いっすわ。あ、うん、青いやつがいる。あ、ほんとだ、うん、もう匂いでね、でしょ、青バナナがおる、うん、青バナナに失礼かもしれない。青バナナよく知らんからあれやけどでも、そうでしょ、まあそう、バナナがダメでしょ、うん、これは臭い、うん、バナナ系ダメだ、マイプロテインは。なんかチョコ、まあチョコにあの臭いバナナがおるって感じ、ほ、うんとにそうです、うん、メープルシロップ、うん、あの、うん、メープルシロップっぽい味がします。いただきます。あ、違う、匂いがします。いただきます。もうね、すんごい甘い。あー、まさにメープルシロップ、うん、メープルシロップ、すんごい甘い。メープルシロップ自体は美味しいもんね、そもそも。メープルシロップ自体はね、ただその、うん、メープルシロップってすっきりしとるけど、これってミルク入ってるじゃないですか、やっぱり、うん、ホエルの。あー、そっかそっか。って考えると僕は好きじゃないけど、頭痛くなる甘さだな。なんかこの時点でちょっと遠ざけたくなる甘さがするね、なんか匂いが甘いっしょ、あんま、うん、なんか黒糖ラッテよりさらに甘い、なんか良くない甘さが。いや、全然レベルが違う。こう、まあ人によっては好きかもね。結構甘いの好きの僕にとってもあんまってなる、うん、甘い、本当に甘い。あの、本当にズズしますね、これで。うん、で口に入れた瞬間はあ、こんなもんかって思ったら、うん、だんだんあんまってなるね。そう、味自体は別にまずくないと思う。あ、美味しい美味しい、うん、ただそう、甘さがもう刺激してくる、体を、うん、これいっぱい飲むのきついかもしれんな、うんうん、でもまあ、超甘党にはすごいいいかも。そうっすね、うん、僕らちょっとね、今めっちゃ飲んでこう、うん、味に飽き飽きしてるっていうのも多少は入っとるかもしれない、うん、でも、まあ、これありかも。フレッシュな状態なんだろう、結構好きかもこれ。なんか、いや難しいな。なんか砂糖を使わないアレンジケーキみたいなのやったらいいかもしれないですね、それのベースにするには。ああ、なるほどね、っていう感じ、うん、飲むにはちょっとしんどいかな僕は。でも結構味が強いけん、本当にね、そういう、うん、あるじゃん、そうそうそう、プロテインで小麦粉とか入れてケーキ作るとかあるんだけど、やったら美味しいかもしれないですね、うん、プロテインホットケーキみたいなの、うん、この味の濃さならいけるかも、うん、飲むのはちょっとしんどい、うん、うん、かな。チョコレートミントステビア、ステビアは確かあれですよ、人工甘味料の名前ですよね。あ、そうなんだ、違ったかな、なんかそんな甘味料の名前だった気がする、うん、まあ僕ほんとチョコミントが嫌いなんで、ちょっとこれだけはすみません、参考にならないです多分。でも僕もね、ミント嫌いです。あ、そうなんですか。チョコミント嫌い。しかも海外のチョコミントなんて、もう飲めたもんじゃないでしょ口に含むた瞬間死ぬわ。いきます。今から死ぬんや。おぉ、すごいこれ。え、すごいよこれ。めちゃめちゃまずい。すごい。え、なになに、想像したのよりさらにまずいこれ。すごいすごいすごい。テンション上がるんだ。日本の歯磨き粉じゃこんなんないっすよ。本当にすごい。ちょっと飲んでください。そんなテンション上がる。びっくりする。あ、でも匂いはまだマシ。いやいやいや、匂いもうリステリンだよこれ。口に含んでください。
半すごいでしょ。すごい予想はるかに超えるでしょ。だってさ、この色でこの感じっていう、ね、強いっすよね。これ歯磨き粉溶かして飲まされてるみたいな、ね、完全に。しかも日本のじゃない、本当に海外のだ。すごいすごいでしょこれ。いや逆にもう一回飲んでみたい。逆に嘘だろっていう確認のためにね。すごいよこれ。すっげえまずい。トレーニング後にこれ飲める人おったらすごいよ本当に。スースーする気がする。そうだから違う今ずっと歯磨きした後みたいな感じがある。あ、そういうことだ。歯の健康も考えてってやつですね。これ多分そういう効果もあるわ。歯磨き粉せば入ったじゃん。そうそう、これで口薄いだら OK ってデンタルケアも兼ねてます。これすごいよ本当に。まずい、うがい薬マジですごい。いやまずいね。マイプロらしいの来たね。うん、来た来た。すごいよ。ちょっとテンション上がってきた、うん、しっかりまずい。すごい元気が出たわ。元気が出た。マンゴー、なるほど。マンゴー来ました。絶対まずい。マンゴーストロベリーだったかな前、クソまずかった BCA のやつでしたっけ、うん、はい、マンゴー系大体草っぽいっていう。そう、いや、匂いはいい。ほんと？匂いマンゴーだ。へぇ、うん、まあ、マンゴー僕そんなに好きじゃないけど、まあ、いきます。うわ、え、なにこれ。え、待って、さっき歯磨きした後だけんとかある。いや、違います。もう、関係ない関係ない関係ない。そんなん、優に超えてくる。すごいこれ、すごい。めっちゃまずい。2連続きた。え、すごいよこれ。これは頭痛するね、これ。表現は見当たらない。表現は見当たらないですね。そんな？はい、吸ってみるか。あ、でも匂いマンゴーだ。あ、ほんとだね。匂いはいいでしょ、うん、飲んでください。すごい、あーすごいっすね。なんかね、こんだけ逆にハードル上げられてるじゃん、うん、これ、うん、で、美味しくないって思わんかったらどうしようって思ったけど、うん、一瞬美味しいよね。いや僕は本当に一瞬も無理です、ね、舌に触れた一瞬はね僕は美味しい、うん、マンゴーっぽくて、うん、後からだからやっぱ草と表現していいかな。いや草より強いのないですか。なんかマンゴー味のマンゴー味っていうのは分かるじゃないですかこれ。草じゃないんだよな。なんかちょっとおえつする感じ。本当にそう。僕今結構おえつしそうなぐらいの。口薄ぎます。いやそれチョコミントで口薄がね。違います。リバースしちゃいます。いやでも頭痛い。これしんどい。マジでパステルデナタ。何やそれ。何やそれ。もう一回言ってもらっていい。それ、うん、パステルデナタ。聞き間違いかなと思ったけど。パステルデナタって書いてある。あ、待って、カスタード&シナモンタルトって書いてますね後ろに。それのことを多分パステルでなったって言うんでしょうね。あー、イギリス語。鬼の時計の悪さっすねこれ。ほんとこれひどいよ。すごい一律でね、ちゃんと混ぜとるけんね。うん、時計がめっちゃ悪い。これでもわかる、わかる、すっげー悪いね。うん、時計悪いのすごい不愉快やからな。そのまずくても、うん、ある程度時計が良ければ、うん、あのなんかまだサラサラっていけるけど、もうまずくないことを祈る。なんかもう重たいし、溶けの悪さが口当たりに出とるし、なんかほんと重たい。でも味が激まずかっていうと激まずではないけど、これを飲み続けるのは絶対に不可能。なんでこんなさ、後半に畳みかけるようにまずいの来るんだ。ミスりましたね、ほんと順番を、うん、まあカスタードプリンのカスタード感はあるっちゃある、うん、ありますあります、うん、でやっぱほんと溶けの悪さが、これ多分ロットによってとかじゃないだろうね、この溶けの感じは、うん、無理なんでしょ。まあまあめちゃめちゃあのミキサーとかで混ぜたらいいんですかね。あーかな。いや、そのさっきのに比べたら全然マシですけどね、うん、なんか前2つがヤバすぎて僕の中では結構癒されてるかもしれん、これこの甘さに。まあゆっくりリハビリしてってる感じですね、うん、そうやね。甘い、甘ったるい、で溶けが悪い。うん、選ばないですね、これ。クソまずくはない。バノフィー、コーヒー的な感じなのかな、フィーって。あー、うん、ノフィーって。なるほどね。え、バナナコーヒーとかそういうことじゃないですよね。それはやばい。あー、なんだこれ。これもね、時悪い。うん、見せて。不快物質が、うん、見えるね。うん、いや当てちゃったかも。え、バナナコーヒー多分。マジでしょ。いるでしょ、バナナ。いない、これ。バナナじゃない、これ。美味しくはないですよね、これね。うん、うん、
え、バナナじゃないですか、このなんか独特のこれ。マイプロテインの言うところのバナナがおる気がせんでもない、うん、でベースが何なんかはちょっとコーヒーでもないよね、うん、でもなんかそれに近いまあちょっとね、うん、でもコーヒーの無敗伝説を怪我してほしくなかったな、バナナに。確かに勝てないってことですね、うん、そうだよね。星2ぐらいかな、うん、いやもっと低いかな、 1.8 ぐらいか、うん。ブルーベリーチーズケーキ。おー、いや、これ聞いたことあるぞ。美味しそう。え、美味しそうだね。まずいって聞いたことあるぞ。チーズケーキだよ。溶けは悪くないです。うん、匂いはね、本当にブルーベリーチーズケーキっすね。へー、うん、ん、え、なんかめっちゃまずくはないな。なんかラズベリー風味に近いっすね。前言ったじゃないですか、うん、あれに近いかも。へー、慣れすぎたか。ああ、でも本当に美味しそうな匂い、うん、意外とあっさり。ああ、うん、美味しい、美味しいですよね、うん、美味しい部類でいいと思う、うん、星3ギリ、まあ、3を美味しい部類にするっていう甘さがすごいありますけどね僕らのこんなに忖度なしみたいなやつのに食べ飲めれる。ああ、そう、飲めれる。そのいや、罰ゲームではない、うん、やばない、そのランキング罰ゲームがあるっておかしいやろ。今までが地獄続きだったけど、すごい救われてるね。めちゃめちゃさ、割とさっぱり、割とさっぱり、うん、そうそう、変な、なんかドロッと感とかないですよね、うんうん。ナチュラルバナナ、やめてくれやめてくれトマトバナナね。どういうこと飲んだってもバナナいいってバナナはきつい、やだしかもより自然に近づけましたってことですか、これ。あ、逆に美味しい説あるか。あー、なるほど。うん、バナナの匂いですね。結構これちょっと期待できるかもしれないです。うん。あ、ああ後から来るよね。俺は、うん、いや一瞬ね、本当になんか本物のバナナの感じがしたんですよ。本物のバナナ、はいはいはい。そしたら気づいたらなんかバナナの皮食ってました。気づいたら。あ、でも一瞬大丈夫っしょ。うん、いや、結構最後まで大丈夫かも。あ、本当ですか。本当にバナナが、さっきの普通のバナナよりはだいぶマシです。全然マシ、うん、そのナチュラルの方がまだいい。うん、今までのバナナよりはナチュラルバナナの方が全然マシ、うん、ちょっと売れてないなって感じかな、うん、いやいや、バナナに対して甘くなっとるって本当にそうなんかな、はい、ちょっとフラットにしてください。比べ、バナナと比べちゃダメです。ああ、なんていうの、そのマイプロのバナナとね。そうそうそう、うん、いや、でもね、草があんまりおらん。あんまりって折っちゃダメなんだちょっとあるバナナ界の星5をあげれるかも。ああ、いやいやいや、リーレジェンドとかの負けやすトータルで言うとまあ3は超えてこないけど、うん、さっき の, あのバナナに関しては1超えないですもんね。そう考えると 2. 点何ぼら時点でだいぶ上っすね。そうそうそう、うん、そういう感じ。ソルティッドキャラメル、まあまずいでしょうね多分、うん、ソルティッドにすんなよっていうねえっていう感想ですね。その分かんない分かんない。ソルティッドもキャラメルもおらん。そう間違えた。え、待って、間違えた。あ、いや、なんかね、確かに奥に薄いキャラメルがおるわ。本当に、あの、探せばおる。もう、うわーってもう海を泳いでったらポツンとおるキャラメルが本当に。だって匂いも専門で、匂いしないです本当に。ほぼ味がない。うん、かといって何の味か分かんなくないですか。ホエー感もそんなないでしょ。うん、でナチュラルに近いね。ナチュラルフレーバーに近い、うん、でもこれ悪くないよ、その逆にね、うん、あのそのなんていうの、全然まずくないし、うん、そのなんていうの、その何にもないから何にもない。うん、僕はもうその海泳いでも探せんかった。探せんかった。これ僕ほんとちっちゃいに言いましたよ。あったあったっていう海水じゃないですね、これね。塩ない、うん、本当に分からん、マジで。でも本当にこれはその何にも好きなものがない人はこれ選んでええと思う。琵琶湖やった。そのぐらい、そう、もう湖水でしたこれは。真水。モカ、モカだね。ああ、いい感じ。うん、うん、甘いコーヒーとか俺あんま好きじゃないからあれやけど、そのなんていうの、そういうなんて甘いカフェラテとかが好きな人はいいかもしれない。悪くない、全然。全然うまい。結構うまい。おいしい。うん、これはやっぱコーヒー伝説ありますね、うん、コーヒーは強い、うん、コーヒー系はおいしい、うん、あ、これはあるね、うん、本当に結構ありっすね、うん、
アイスラテとどっちがうまい？あ、俺はアイスラテの方がさっぱりやからアイスラテの方が好きやけど、あー僕こっちでもいいかも、うん、だから甘いのが好きな人はこっちの方が好きと、うん、てかアイスラテはなんか今回ので逆に僕の中で点数下がったかも。そのアイスラテに近い薄くて飲みやすいやつっていうのは意外とあるな。でもアイスラテより濃いでしょこっち。あ、濃い濃い濃い、うん、そうだからそういう意味では僕はこう濃いから好きかもしれん、うん、いやでも本当にいい、かなり、うん、優劣つけがたいぐらい結構美味しかった、うん、ちょっとね、一旦この組がね地獄の組だったけど、うん、そう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 最後に来たね。最後にちょっと美味しいのがあって、もう一回いい、チョコレートナットフレーバー、なんでそんなにチョコをいっぱい作るんですか。もういいって、チョコレートナット、そのなんていうの、今まで大きい違いないっすもんね、マジで、うん、チョコレートナッツ、ナッツね、ナッツ、はい、あ、まずいわ、まずいんだ、なんかまずい、もう雑になったね。うんうん、なんすかこれ、え、まずまずい、すっごいまずい、うん、何これ、今の感じじゃちょっとまずいぐらいの感じだったかもしれませんが、うん、視聴者の皆さん、すっごいまずいですこれ。何これ、匂いがまずね、やばい、何の味を入れてんのって聞きたいっすね、これチョコの上に草でもない、ナッツじゃないっすよね、これね、うん、これはね、間違えて買う人おるわ、買わんほうがいいね、これチョコレートナッツって聞いたら美味しそうだもん、シンプルな名前もね、比較的、うん、うん、なしです、はい、なしです、はい、次行きましょう、はい、バニラ&ラズベリー、イエーイ、なんで急にテンション高くなった。そうでもせんとボタンからや。しんどい、クソまずいの。あのね、うん、あの、いいよ、意外といいんよ、あの、なんかこのラズベリーいいわ、すくってくれる、結構爽やかなんですよ、ラズベリーって。あ、そっか、チーズケーキもラズベリーだったっけ、うん、そう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 、おお、落ち着く、落ち着きますよね。さっきまずいわって言ったのが、うん、大丈夫です、いや、その特別うまいとかはないけど、うん、割とさっぱりで飲みやすい、うんうんうん、そのやっぱ飲みやすさ大事だわ、ここまで飲んでも気づく、飲みやすさ大事、まあ、でも鼻に抜けるちょっとそのトイレの感じが、あ、ちょっと芳香剤的な、芳香剤感がちょっと否めないなって感じである、うん、ギリギリ 3.0 って感じかな、点数、うん、いや結構悪くない、僕的には、うん、チェリーヨーグルト、ヨーグルト、あ、いいかもしれん、酸味があるってことでしょ、でもヨーグルトにチェリー入れる、あー、匂いはね、ある意味チェリーヨーグルトすぎて心配になりますね、なんか酸味の部分がちゃんとあるんですよ、はいはいはい、はい、心配。いきます。あ、待って、さっきの杏仁豆腐がおる、うそ、もうやだ。なんでおるん、お前なんでおるん。あー、匂いの時点でおるわ、うん、いるでしょ、あー、おるね、え、なんなんすか、あんに、おるけど、ね、だけどヨーグルト杏仁豆腐だ、これ、なるほど、うん、ヨーグルトに杏仁豆腐が隠れてる、え、チェリーがそうさせてる、あ、だからあれだ、海外のチェリー確かにこんな感じじゃないですか、ちょっとなんとなく、あー、そうか、うん、そうね、まずいね、なんかね、うん、あそこ杏仁豆腐も乗ってますもんね、まあ、みたいな、あー、なるほどね、うーん、うーん、なんか惜しいな、うん、なんかこうクソまずくはないね、これ、いや、僕は好きじゃないけど、僕も好きじゃない、おすすめできる、なんか違うな、クソまずくはないけど、まあまあまずいぐらい、うん、空したくせにミスってんだよな、うん、そうそう、うん、美味しくはない、チョコレートキャラメル、ん、やってないっすかこれ、やってない、やってない、なんか似たようなのばっかりやってる、もう分からんくなるよね、からん、チョコレートキャラメル、はい、飲みましょう、あ、うん、あ、あ、うん、まあちょっと甘す、僕にとっては甘いけど、あの、別に悪くないっすよ、ほんとに、あー、美味しい、うん、あ、まあそうでしょうね、うん、全然いける、しんどさはないっすね、別に、ないないない、変な、もうなんかほんとにもうチョコレートキャラメルって感じ、うん、これはでも、うん、トップ10に入るかどうかぐらいのラインに僕は残る気がする、まあ、そうそう、マシだから、うん、うん、ほんとに悪くない、うん、うん、不快感なし、うん、いい感じ、チョコレートピーナッツバター、これ前やりましたね、確かに、うん、うん、あ、悪くないかな、あんな、あー、なんか難しいな、ピーナッツバターが変に強い感じがするかもしれんな、うん、うん、なんか、あ、こんな薬品臭かったっけ、なんかピーナッツバターの感じがなんか薬品っぽい感じのピーナッツバターだな、変にピーナッツ出そうとしすぎちゃってる感じ、あー、でも匂いは結構ピーナッツだね、うん、そうなんですよ、もうちょっと美味しかった気がするけど、あー、僕は結構嫌いな、結構嫌い、薬品がすごい、薬品すごいですよね、すごい強い、なんか無理くりピーナッツ出そうとしとる感じがすごいする、うん、飲んだ後に、うん、なくなってから
ああって、うん、薬品ありますよみたいな、うん、こうそうなんでそんな薬品を主張してくるっていうぐらいミスってんな、ほんま、うん、ピーナッツまでは再現できとるよね、うん、そうなんですよ。でもなんかまずい。ダークチョコレート、はい、おー、これはなんかビターチョコみたいな感じで期待できそうだ、ね、匂いはすごい悪いよこれ。悪い、うん、匂い。ダークチョコをどう悪くするんだ、うん、死んだ、あれ感情が死んでない。なんかね、変なのがブワッて来てダークチョコレートがパッて顔出す。え、なんで先にそいつ来るみたいなのがおる。あ、なんか変でしょ。え、匂いまずい。え、でもこれ、うん、ダークチョコレートダメだ。探せばいるんですよ、ダークチョコレートはちゃんと。だけど、なんかいるでしょ、先に。ほんとだ、なんかもやがかかってるでしょ。なんか、まずくもないもやが何かかかっとって、うん、で、そう、ほんとにそのまま、ま、チョコが、チョコが後から来る。パッて。なんで先に来んのよ、先に来んのに。味じゃないやん。ファファファって来て、ダークチョコレートパッて来るんで。なんでそんな。いますよ、パッて顔です。鼻に抜いてみたらちょっとまた薬品臭さが出てくるわ、これ。ゴールデンシロップ、シロップで飲み物作んなって。絶対まずいやん。メープルシロップ美味しかったけどな。うわすごい、えすごい、もうねすごい、甘さの暴力、本当に甘いんだ。人工甘味料そのまま飲みましたみたいな、そんな感じの味します。すごい甘い、一番甘いかもしれない今までで。ほんとだ、甘いっしょの、ほんとに甘いっしょ。甘味料っていうかほんとにシロップこう直飲みみたいなって、うん、飲んだらちょっと日にちたったやつね、日にちたったやつ、うん、だから唇に当たる感じもぬるーってしてるね、ネトーっとしてる。すっごい甘い、これしんどい。コーヒーに入れるシロップだですね。あ、ガムシロみたいな、ね、そうそうそう、ガムシロ、うん、嫌な甘さがすごい、うん、だからまあ薄めたい、ナチュラルと混ぜたい、うん、アンフレーバーと、まあそんな、くそ、いや、あの、味がまずいとかではなくて、ほんとに甘さがすんごい、すんごい甘い。そう、パイナッポーどうした。いや、ほんとに俺これ知っとんよ、うん、部長に昔1キロもらって、うん、もう吐きそうになりながら飲んだっていう、ほんとにまずいよこれ。いきます。あー、もうやだ、もう匂いの時点でやだ。そんなことある。待ってよ。絶対買うなって顔してんな。やだー、なんか本当にやだ。本当にやだ、パイン、いや、やだ。味わかった、もう一口いっとく。やだ、本当に吐く、これやだ。本当にまずい。なんかマンゴーと同じその種類っす、まずさのベクトルが、ね、もうやだ。あ、でも匂いちゃんとパインだよ。いや、そうなんですよ、強すぎるんですよ。やだ。あ、これは強いでしょ、これはきますね、マンゴーと同じ。いや、大したことないじゃんからのグワッとくる薬品の気持ち悪さ、もうパインを作りましたっていう、パイン味作りましたっていう味じゃないですか、もう。いや、そんないいもんじゃないだろ、うん、何もっと悪い、なんかわけわからん薬品いまーすって。いや、なんかほんとしんどい、もう髪止めないか、何これ。いや、でもこれはわかる、あの、これを知っとって飲むのはほんとに嫌だ、ほんとにつらい。あ、これはもう一口とか行きたくないね。知ってんな、これ。え、ステッキータフィープディング。これ、ハルさん好きでしたよね、確かに。いや、好きではない。あ、好きではない。でも大丈夫、だいぶ甘かったっすよね、確かね、うん、もう甘いのいらもうやだ、甘いの。はい、行きます。うん、すっごい甘い。でも、その、激烈まずくはない。うん、僕はほぼ毎日飲んでるやつですね。あ、そうなんですか。うん、へえ。まあ、好きで毎日飲んでるわけじゃないですよ。余ってるからあるから飲むだけ、うん、あ、でも別に今日飲んだ感じでも、うん、あ、全然悪くないね、うん、癖がない、もう癖がないだけで本当に幸せ、ありがたい、ありがとうございますって感じ、うん、癖がない、本当にそれ大事っすよね、うん、だってそのある程度やっぱ筋トレやってる人って 250g 単位で買うわけじゃないじゃないですか、うん、やっぱりもう 1kg、5kg って単価安くするためにね、そうやって買うから、そうなるとね、やっぱ、うん、ある程度はそのさっぱりしないとというか、そうその中の甘いとどうのこうのがあって、変な癖はいらないですよね。そういう意味ではこれ結構上位食い込んでくるかもしれない。ああ、飲みやすさ的に。ここ最近がほんとちょっとヤバすぎたっていうのもあるけど、ね、ストロベリーステビア、美味しそう。割とシンプルなストロベリーな気がします。ストロベリーだけならね、結構美味しいんだよ、おそらくね、うん、いきます。
あ、うん、あの不快感はない。うん、あの全然その、うん、ああ全然いい、全然いい、ああ、いい、うん、美味しい美味しい、いい、ちょっと酸味が、いらん酸味があるかなって感じ、僕は、うん、ああ僕はそれ気にならんな、変に癖はない、そう、本当に、うん、やっぱりこういうシンプルさがいいですよね、うんうん、まあ、そう考えるとバナナってなんであんなシンプルなのに失敗してんだろうって思います。そうだね、うん、なんか、うん、普通に普通に普通、うん、はい、サマーフルーツ出た、何サマーフルーツってサマーフルーツ、サマーフルーツ、それ以外、いや、スイカはウォーターメロンだもん、夏の果物なんかいろいろ混ぜてんすか ね、まあ、ね、フルーツミックスみたいな感じ、うん、あー草、あ、草か、草です。サマーフルーツって草なの？だからね、多分マンゴーとか入っとんじゃないかなと思うんですよ。マンゴーとバナナ入れちゃってんだ、うん、なんかいろいろ入っとる感じだわ、その何かっていう味ではない、うんうんうん、いらんも混ぜんなよ。ああ、まあでもどっちかって言ったらさっぱり系の、いやでも草でしょ、いるでしょ、うん、最後に草がだいぶ、うん、ちゃんとくるでしょ、うん、だからこれ分かった、在庫一層だ、在庫一層系だ、あ、そういうことか、人気ないやつ入れてんだ多分、混ぜてでサマーフルーツにしたらいいねって言ってそれだラテ、お、お、シンプルな名前きた、うん、ラテはいけんじゃない、美味しそう、うん、お、コーヒー系です、コーヒー系、ほうほうほう、うん、なんかもうアイスラテと匂いの区別はつかない、いや、なんかアイスラテとほぼ変わらん気がする、そうなの、え、なんかコーヒー感がアイスラテより薄いかな、うん、ミルク感が強くなった感じ、あ、まあ、ラテだから、うんうん、え、でもアイスかアイスじゃないかでしょ、別にほんまに変わんなくないですか、ほんとだ、いや、ね、薄い薄い、なんかアイスラテの薄い版だ、なんかコーヒーとかに入れたら普通にうまそうっすよね、なんかそのちょ、ほんとにいい感じになりそう、そう、まろやかな、うん、え、なんかほんとにさっぱりで悪くない、変じゃない、変な癖なしみたいな、うん、でもミルク感強すぎるかもしれん、僕はアイスラテの方がいいかな、いや、比べたらそうっすけど、なんかあんまり違いは分かんないですよね、うん、うん、ブルーベリー、うん、うん、シンプル、あ、匂いはあれだ、ブルーベリー練り消しの匂いがします、練り消し、練り消し、練り消しの匂いがする、あ、懐かしいな、うん、ちょっと美味しそうなんだよな、うん、そうそうそう、ちょっときつすぎる、あの、あとペンあったでしょ、ボールペンで匂いのするボールペン、はいはいはい、あれみたいな感じ、作った匂いってことね、うん、あ、ねブルーベリーガムみたいなのあるじゃないですか、うん、もう板ガムみたいなの、うん、なんか、あ、ほんとにあれ、いいじゃん、美味しいじゃん、そしたら、まあ、ちょっと僕はちょっと甘すぎるというか、なんかきついか、お菓子感が強いかもしれない、でもあれでしょ、板ガムでしょ、あー、まあまあそんないいもんじゃないな、あ、ほんとに、うん、微妙、うん、チョコレートステビア、うん、はいはい、まあこれはほんとに僕3年前めちゃめちゃ飲んでましたから、うん、あの本当に可もなく不可もなくで、もうハズレじゃない味、うん、そのうん本当に、はいはい、なるほどね、しっかり80点取ってくる感じ、うん、うん、いいね、うん、うん、そうですね、うん、その絶対100点は取らんすよ、でしっかりその平均点はちょい上回るぐらい、ちょっとビターチョコみたいな感じだよね、あーでも確かにそうかもしれないです、甘さが割と控えめかもしれない、ちょっと控えめ、僕は本当に一番こう飲みやすくて飲んでましたね、そう、なんか薄いんじゃなくて控えめにしてるというか、ビターチョコの味にしてるっていう感じかな、うん、僕はピーチティー、うん、来ました、有名なやつや、幸せです、幸せのピーチティー、いただきますうん、美味しい本当に美味しい、レビューもうちょいしろよどういう風に、あ、そっかそっか、ティーっていう感じはどこにあるのとは思いますね、これ毎回思うけど、確かに、確かに、うん、これなんて言ったらいいんだろう、美味しい、すごい美味しいよね、だから、え、普通になんかピーチミルクみたいな感じじゃないですか、ティー感はないっすよね、ティー感はないな、でもすっごいです、僕、うん、やっぱり僕は一番だな、ピーチティーが、ただピーチティーはこれは残念ながらロットによってこうすごい波がある、あ、そうだそうだ、なんでかしらにピーチティーは本当に波ある、めっちゃ溶けにくい時ある、そう、今回当たりだけど、今回当たり、いやー、そうね、それが残念なところ、うん、そう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 、ピーチティーは割とギャンブル性高いですよ、うん、でも本当に美味しい、美味しい、うん、これは僕は本当に多分今日も変わらないでしょう、1位は、うん、あ、本当に、うん、あ、やっぱそうなんだ、そのレベルか、うん、これは僕ずっと期待してたんですよ、何何、アイリッシュコーヒー、おー、うん、美味しそう、何味か分からんけどアイリッシュコーヒーはなんかいいんじゃないかと、はいはいはい、うん、飲んだことないよね、ないっす、ないっす、 あんまりコーヒーなんかそんな匂いは強くないですね、いただきます、あ、好きではないけど、うん、コーヒーキャラメルだな、これがまさにっていう感じです、うん、アイリッシュコーヒーって甘いコーヒーのことなんかな、もしかしたら、そういうこと、あ、甘いんだ、すっごい甘い、だからあんまり好きで、甘いね、え、でも全然いいっすよ、うまいっすよ、ああ、うん、
キャラメルに本当にね、ほんのり、ほんのり苦味が、そう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 、苦味が最後ちょっとくる感じ、いい感じに、あのキャラメルの香ばしさみたいなのがありますよね。あ、そう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 、うん、結構美味しいね。結構美味しい。甘め、だいぶ甘めです。あ、でも好きな人は好きだと思う、うん、僕はなんかもう今日ちょっと長すぎるのと、うん、甘いのうんざりしてるっていうのもあって、でも別に普段は好きでしょ、多分普段は好き、うん、ラズベリー。お、シンプルなんですね、うん、ラズベリー知っとるよ。もうそのなんか、もはやラズベリーは上位。マジでなんもない、ラズベリーって。そのあの、なんて言うんでしょう、あ、僕あんま好きじゃないかな。あ、本当に味が好きじゃない、その癖はあんまないと思う、うん、ラズベリーってこんな味なんだな。で、前も言ったけどミルクティーに混ぜてくださいっていう。あ、そっかそっか、そうだ、そう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 、まあ普通だね、うん、僕はあんま好きじゃないけど、まあ薄いっすよね、うん、うん、まあ3をギリ下回るぐらいかな、僕は。なるほど、僕3でいいかな、うん、何にもない、本当に、うん、マイハムちゃんが言ったのは、うん、ミルクティーと混ぜ半々で混ぜるんやん。まあ、若干ミルクティーの方が多めかな。あで、混ぜたら美味しくなる。そう、美味しくなる、これは本当、さっぱりミルクティーになる、うん、うん、やってみてください、ぜひ。次いきます。チョコレートオレンジ、いらんことすな。はい。オレンジ混ぜるな、絶対ダメよ、そんなん。多分でも確かにチョコレートにオレンジピールみたいなの乗ってるのありますもんね、うん、高いオレンジ、うん、あの僕あれ自体がそんな好きじゃないから。そうなんすよ、うん、なんかでも高いやつみんなするでしょ、そんなバカの一つ覚えみたいに。飲んでないのに。なるほど、いきます。うん、あ、意外とそんな不快感はないかな、もう、うん、まさにチョコレートオレンジって感じやけど、なんかチョコレートちょい薄いっすね。あー、なるほど、うん、なんかオレンジが結構強い、でもそんな嫌じゃない。そうね、思ったより悪くないけど、うん、でも本当にチョコレートとオレンジが一緒にある感じです、うん、で、オレンジがちょっと苦めだよね、うん、そうですね、だからまあ、本当に皮の部分だろうなっていう。そう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 、でチョコレート薄いっすよね。薄いね、うん、まあ、草感はない、うん、草っぽさはない。そうそう、やっぱオレンジの皮って感じ。変な癖っていうのはないっすね。ないね、うん。シリアルミルク、何それ。シリアルって、あのシリアルなんすかね。シリアルミルク、スイートミルクって書いてますね、こっちには。あ、うん、どういう状態。甘めの、なんかシリアルにかけるような甘めのミルクみたいなのあるんですかね、あっちには。あ、そういうことかもしれない、うん、いただきます。なんか、ダマあります。こっちのミスかも。ダマがある。あ、めっちゃ溶け悪いわけじゃないか。溶けはね、悪い。うん、で、くっそ甘いけど多分そんなに悪くないと思います。その、うん、味自体は溶けが悪いぐらい、うん、溶けが悪いですけど。ああ、うん、僕は味自体は嫌いじゃないね、うん、そうですね、甘いのが好きな人は大丈夫って感じがする、うんうん、甘くて美味しい。変な不快感は本当にない、うん、でも溶けが悪すぎる、うん、ちょっとそれは嫌ですね、うん、ダマが結構入ってくるからぬるんってしますよね、ぬるんって、うん、それは本当に不愉快、うん、だいぶ甘くて、まあ美味しいっちゃ美味しい、でも溶けがちょっとね、うん、まあそこはマイナスポイントですね。まあこれロットの問題なのか何なのか分からんけど、うん、うん、まあ、まあめっちゃ悪くはないかな、うん、うん、なんかギリギリ味自体は大丈夫、うん、うん、そうやね。チョコレートココナッツ、あるもん全部混ぜようとしてないですか。本当に。あった。あー、チョコレートココナッツの匂いがします。別々がいいかな。なんで混ぜちゃったかなっていう感じがしますね。あ、うん、より嫌いだと思いますよ、ココナッツ嫌いなら。あー、うん、いや、ココナッツ自体が嫌いなわけじゃないよ。あ、そっか、うん、マイプロのココナッツが嫌い。マイプロのココナッツはちょっと無理だね、これ。でも本当にそのまま混ぜた感じっすよね、うん、なんかね、工夫してない。あー、ちょっと顔がこう引きつっちゃう感じの、うん、なんか鼻に抜けるこうココナッツ薬品臭。そうそう、薬品臭がすごい、うん、ちょっと苦手、だいぶ苦手、僕は。ナチュラルチョコレート、なんかね、臭いんよね。あ、うん、味は別にチョコレートだな、うん、うん、匂いは悪いけど、うん、味はもうプロテインのチョコレート味っていう感じです。もう普通の匂い、なんか臭いですよね。なんか変だね、うん、まあでもそんな激臭ではない、うん、気にならん。普通すぎて一瞬よく分からんかった、うん、なんか後味も悪くないし、本当に普通、あのちょっと粉っぽさがあるかな、うん、まあでもまあこれですよね、うん、プロテインって感じですよね、なんかいわゆるプロテインみたいな。そう、チョコ味のプロテイン、5年前のプロテインみたいな感じかな、ね、うん、大外れ引きたくない人はもうこれでいいんじゃないっていう。そうね、うん、そんな感じかな。そんな感じですね、うん、アップルクランブル&カスタード。あー、なんか、うん、匂いはなんかある意味本物のリンゴって感じかもしれないですね。へー、うん、果汁 100%。 あー、まずい。シンプルになったね。
リンゴ味っていうやつの表面だけすくってきた感じですね、なんか、うん、薄いってこと？なんかね、薄いっていうか深みがないというか。あー、うん、まずいね。まずいですね。これ何のまずさなんだろう、これ。わかんない。でもこれもやっぱ薬品臭いって感じかな、うん、ですかね。なんか頑張って、だから結局その味を作ろうとしてるっていうのが出ちゃってるんですよね、うん、結局ね。なんかね、鼻に抜けるのがまた気分悪い感じ、うん、なんかもう不愉快な顔なんか、うん、美味しくない、うん、結構まずい。なし、変な味。ティラミス。美味しいんじゃないの、それ。ティラミスです。ティラミスってことはちょっとコーヒーっぽさがあるってことです。ああ、っていうことは悪くない。おお、コーヒー最強です。ああ、コーヒーっぽい匂いがする。おお、素晴らしい。いいぞ、いけるいける、いきます。ダメですって感じですね、これ本当に。ダメです。ダメです。ティラミスダメです。うん、なんか、だから結局なんか何の薬品入れてるんですかね、なんか薬入れとんちゃうかっていう。うん、なんかね。ああ、でもね、匂いはいいね。おかしいでしょ、なんか。ああ、薬でしょ。いや、最初はちょっと良さげだった。うん、なんかでもさっきのアップルとかと比べるとまだマシ。ああ。なんかごまかせてるだけなんですよ、それは多分。まずいっすよ、同じ系統の、ね、ちょっと薬品感が否めない ね、なんなんすかね、うん、これアルコール感がない。なあ、確かにね、そのアルコールっぽさがある。なんかそういうお酒、ブランデーみたいなのが入ってる。そう、なんかブランデー風がちょっとある ね、わざとなんかな、どうなんか分からんけど、わざとはミスってますね。うん、うん、まあプロテインに混ぜるもんじゃないなっていう、うん、美味しい。なんかブランデーチョコみたいな雰囲気、よく言えば、うん、よく言えばそんな感じ。そんなよくないまずい、普通か。うん、ブルーベリー&ラズベリーステビア。なんか飲んだことあるこれ。うん、わかんない。ステビアって書いてるけど、多分同じ味だけどステビアで作ってますっていう感じだと思うね。甘味料をステビアにしてますっていう。美味しくはないけど、別になんていうの、そんなに不快でもないかな。意外と俺ラズベリーが好きなんかな。なんかベリー系のちょっと酸味っぽい部分みたいなのもあるし、うん、甘すぎはしないし、悪くはないと思います。なるほど。うん、僕多分ベリーがあんま好きじゃないから。そうですね、ラズベリーさっきからあれですよね。うん、僕は好きじゃないけど、うん、美味しいと思う。不快ではない。不快じゃない、うん、あの、そうそう、僕は好きじゃないだけど、なんか、うん、結構いい感じだと思う、うん、これは。あ、久々にラズベリーの感じが僕がちょっと好きじゃないだけで、うん、それを除けばすごい変な癖はないってことでしょ。うん、そう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 、うん、薬品感がない。そう、薬品感がないのが大前提かもしれない、絶対的に。うん、そうですね。なんであるのっていう話やけどそうそうイートンメス。はい、イギリスのお菓子でしたね、確かイートンメスは。そうですね。うん、いきます。まあ、すっごい甘いんよな、これ、まあ、俺は好きじゃないけど、でもラズベリーに似てる気はしますけどね、なんか雰囲気。だからベリー系、確かイチゴでしたっけ。ベリー系ではあるからちょっと癖が強いかな。いや、前飲め好きじゃなかったですか。そうだったっけ。でしたっけ。え、でしたっけ。あ、嫌いじゃない、嫌いじゃない、うん、あ、好きではないけど、うん、そんな大嫌いでもないかな。不快感はないですね。ラズベリーよりちょっと癖が強いんじゃないかなって思う。確かにそれは、うん、あるかもしれない、うん、ラズベリー系でちょっと癖強くしましたって。うん、そうだね。まあ、僕そんな好きじゃないかな、うんうん、なるほど。チョコレートミント。歯磨き粉。ええあ、さっきのなんかチョコレートミントなんとかでしたっけ。チョコレートミントステビアだ。もう2個つ、いいってもうやだよ。どっちかでいいって。やだよ、絶対まずいじゃんか。どっちかでいいって、なんで2個作ったん。ほんとだよ。あー、匂いからね。うん、うん、まずい。すごい、なんかさっきよりきつい気するな、なんかさっきより歯磨き粉、うん、と甘さもなんかすごいきつい気する。甘さが出てきたんだ。え、さっきはだって甘さはないじゃん、もうスーハーしたじゃん。なんかね、甘いな。あ、でも匂いは一緒、匂いは一緒、匂いは一緒っす。でもなんかさっきより甘くないっすか。あ、だからステビアって多分そんな甘くないんですよ、多分。甘さが出て、うん、スーハー感が。いや、ありますよ。いや、減った減った。本当に、うん、さっきの方が歯磨き粉感強かったんだけど、今回歯磨き粉感弱いね。ま、いや、でも、いや、歯磨き粉なんだよ。めっちゃまずい。めっちゃまずいよ。めっちゃまずい。まずいよ、大前提です。すごい低いレベルの話ね、これ。まずい大前提で、ステビアの、あ、これは言っときたいね、やっぱ。歯磨き粉を飲みたい場合は、ステビアの方がね。ああ、そうですね。うん、そんな人おるかね。どうしても歯磨き粉飲みたくなったらね。こっちはね、やっぱ中途半端。チョコミントは多分中途半端だから、うん、ステビアは結構歯磨き粉に振り切ってるから。まあ、どっちもどっちやけどな。せっかくならステビアの方がいいかな。まあ、そうですね。うん。ラストです。バニラで始まり、バニラに終わる、バニラステビア。
なんかでかくねこいつ。なんで5キロ買ったんですか。もしまずかったらどうするん。5キロしかなかったのこれ。絶対あったって。いやいや本当に5キロだけってことないでしょ。5キロだけだったよこれ。本当に本当に1キロも250も500も 2.5 もなく5キロだけだったよ僕が買った時は。まずかったらどうしよう。本当に勘弁してほしいよ。マジか。いやでもさっきはうまかったですもんね。バニラまあね、バニラは美味しかった。悪くなかったですもんね。だけどバニラステビアがまずいってことはまあさすがにないでしょ。ないですよね。うん、うん、悪くない、本当によかった、うん、悪くない、その、うん、その激うまってこともないけど全然悪くない。かもなく不可もなく。おう、うん、最後にこれかって感じだけど、うん、もう、なんもない、ね、うん、こう、はい、落ち着いて飲めますみたいな。ザ・プロテインって感じ、うん、あ、それ5キロでよかったね。いやよかったよかったよかった。これなら全然飲める。本当によかったわ。安心。うん、よかった。うん、から元気もないちょっと本当に疲れましたよ。63種類を一気に飲んだんでね、ズバ抜けてまずかったやつをね、うん、とりあえず紹介しようと思います、うん、美味しかったやつはちょっともう一回後で、結構ね悪くないなっていうのが多かったよね、うん、そうですね、悪くないなっていうのが多かったから、うん、それを後で僕らがもう一回動画見直して、その中でああそういえばそうだったなっていうのをトップ3ぐらいをね、うん、決めていこうかなと思います。まずい方がね、やっぱり、ね、記憶に残るんでね。絶対に買うなっていうやつ。これはね、本当にこれがもし好きな人がおったらもう僕らの動画は参考にしなくていいです。しかも仲良くはなれません、絶対に。仲良くもなれない。もう飯は一緒に行けんね、少なくともね。そうね、絶対無理、うん、マンゴー、マジパン、バナナ、チョコレートミント、パイナップル。はい、はい、これですね。これはね、もうすごいです。まあ、ちょっと補足をすると、バナナとかチョコレートミントはステビアとかそういうナチュラルバナナとか、うん、そっち系ももう含めてね、うん、全部やばいんでね。そう、マイプロのこれ系はやめとけっていう。そうで、そう、まあ、動画内で草っぽいって言ったやつも大体まずいから、うん、こうおすすめはできないですね、うん、好きな人はまあ好きなんかもしれんけど、うん、大多数にはいけないと思います。そうっすね。というわけで動画を見直して自分たちが美味しかったなと思うものを3選ずつ僕とハムちゃんの言っていきたいと思います。ハムちゃんは今日仕事が普通に休みなので僕一人で撮らせていただいております。でハムちゃんが美味しかったのは、聞いたんですけど、ピーチティー、ミルクティー、アイスラテ、この3つでした。王道やね。王道ですね。せっかく63時もやったのにそれかいっていう。シトタワーっていうねこれだったらシトタワーっていう。まあ可もなく不可もなくて味が結構そうなんだよ。だから、まあ、僕わざとやったわけじゃないけど、僕はピーチティーしか被ってません。僕の場合はピーチティー、まず一つピーチティー、ハムちゃんと一緒です。でもね、ブラウンライスティーラテっていう、まあ、玄米茶ラテ、玄米茶ラテ、そう、玄米茶ラテが僕はね結構さっぱりして美味しかったって多分言ったと思うんだよね。結構美味しかった。であとストロベリークリーム、まあこれ多分甘いのが苦手な人はちょっと苦手だと思うけど、甘いのが僕結構好きなけん、うん、それはね結構良かったと思います。ハムちゃんは結構微妙な反応だったんですか。あ、そう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 、多分甘いなーって感じだったと思うね、うん、僕は甘いの好きだけんっていう、まあこの3つですね。僕はちょっとだけ新規開拓できたなっていう、まあ楽しかった。僕はあー楽しかったことはないけど楽しかったことはないけどだけど63個中40個ぐらいは本当に僕らの動画をここまで見て全部見てくれた人だったら分かると思うけど、本当にこう、うんっていう、うん、うんっていう感じの、まあクソまずくはないけど美味しくもないから選ばないっていう、かもなく不可もなくが多かった、がかなり多かったから、うん、その本当に迷っちゃうから。チョコミントとかあったけど、そのチョコミント自体が僕そもそも好きじゃなくて、うん、だけどミントが好きな人がどんな反応するかだけはちょっと見てみたい、うん、ミントがめちゃめちゃ強かった感じだったけん、もう歯磨き粉やったもんね。そう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 、マジで強かったけん、ミントが好きな人はもしかしたらあれが美味しいかもなっていう。で最後になったんですけど、ヨーグルト味が当時僕らがやった時はまだ出てなかったけど、その後の動画でねもう撮ってるんで、その反応とかも見てもらえれば本当に美味しいってことが分かるんで、今までさっきお互いの2つ2人の3選、うん、これが美味しいですよって言ったやつをダントツで上回る美味しさ、2人とも上回る美味しさがヨーグルト味だったんで、何だったのかも。そうだから今ブラックフライデーセールでねやってるんで、お得にこの機会にお買い求めください。はい、今が本番で 56% オフかな多分。まあ今金曜日やけね。そう、この出てる時にはなってると思うんで、一番安い日です。そう、ぜひその時に買ってください。はい、だからね、うちのリンクで貼ってくれたらうちが潤うのでよろしくお願いいたします。お願いします。レモンチャンネルのハールドマンでした。次の動画でお会いしましょう。バイバイ。